はようございます。庭秀チャンネルの秀です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も引き続きですね、集合住宅の方で植栽管理作業を行いたいと思います。それでは作業場に向かって出発したいと思います。スタート。天狗だよ天狗。はい、作業場へね到着しました。こちらの生け垣ですね、これを今から刈り込みしたいと思います。それでは始めます。今回の刈り込みはね、電動バリカンの方をチョイスしました。刈り込みバサミと電動バリカンと、あとヘッジトリマーですね。この3種類僕持ってるんですけれども、今回は電動バリカンを使って、天場の方ですね、今刈り込みをしています。マルさんはですね、今裏の面、逆側の面をね、刈り込みバサミを使ってね、人力で今一生懸命作業してくれてます。ペース的にね、丸さんのが早いかもしれないですね。追いつかれないようにね、ちょっとバリオさん頑張ってやりましょう。バリオさんじゃないよね、頑張るのは僕ヒデですよね。頑張ります。あとこの電動バリカンなんですけれども、実際にね、電気で動きますので、やはりね、電源が必要になります。近くにね、電気のコンセントがあればね、100ボルトのコンセントがあれば、そこから延長コードを引いてね、コードリールかなんかで引っ張ってこれるんですよね、電気をね。ただどうしてもそういうところばかりではありませんので、私の場合はですね、ポータブルバッテリーですね、ポータブルバッテリーで 100V の電源を取って、このね、電動バリカン駆動させるようにしてます。この辺のね、システムに関してはぜひ紹介したいので、近日中にね、そのシステムのね、どういうバッテリーを使ってるかとか、そういったものをね、動画で上げたいと思います。楽しみにしていてください。はい、途中経過です。こちらサワラというね、針葉樹ですね。ただですね、ところどころ過去に強く切られたような形跡がありますね。切っちゃったんでしょうね。おそらくここの切ったところは再生されないと思います。まあこういう状態なんでね、まあ、できる範囲で修正して仕上げたいと思います。頑張ります。はい、サワラのね、生垣作業完了です。それなりにですけれども、まっすぐに仕上がったと思います。なんとなく合格。次はですね、こちら立体駐車場にね、植えられているサワラの生垣ですね。こちらは正面がちょっとね、やっぱり傷んで枯れちゃってます。それとですね、実際にこの駐車場の利用者さんの方からですね、雨が降った時にびしょびしょになると、ドアも開けることができないとね、ちょっと泣きが入ってました。ですのでね、その辺をよく考えて作業をしてみたいと思います。はい、こちらの、ね、生垣完了です。下のね、立体駐車場のスイッチと照明もね、ちゃんと出ました。このね、下の部分はもう枯れてましたんで、みんなね、枝を落としました。まあ、かえってね、すっきりしたと思います。いい感じです。はい、今ね、奥の植栽地の方で常緑樹ですね、を今刈り込みました。こちらもそうですね、金木犀ですね、奥にもありますね。はい、でこの奥にですね、常緑樹の白樫があります。今こちらね、物置の奥なんですけど、この白樫あんまりこう形良くないんですけれども、こちらの方ね、枝抜き剪定したいと思います。後ろはですね、道路になってまして、これは桜の並木ですね、ちょっとかぶっちゃってますけれども、枝抜き剪定したいと思います。
これね、白樫の隣に植わってるネズミ餅です。ね、前回の山桃の動画でですね、説明したと思うんですけど、こう切り口ですね、やっぱりこういうの残してね切ってるとこの部分ってやっぱり枯れてますよね。こういうところはちゃんとあの元から切り落として、このね元でしっかり切ってきれいに仕上げましょう。白樫とネズミ餅の剪定完成です。なんとなくね枝を抜いてみました。ネズミ餅ですね、こちらね。ネズミ餅の方は、枯れてたね枝の方も、根元でね切り落としました。すっきりしました。こちらね白樫ですね、桜の並木の方からね回って今撮ってます。まあ、枝抜けてこんな感じでなんとなく形ができてきました。隣ねネズミ餅ですね、これはねあと 2,3 年かけると見れるような形になりそうです。すっきりしましたね。お疲れ様でした。作業の方がね、一段落完了しました。今日はこれで撤収したいと思います。帰ります。お疲れ様でした。今自宅の方へですね戻ってまいりました。今日は結構気温が上がりまして、多分24、5度まで上がったと思います。途中からね風もちょっと吹いてきましてバタバタしましたけれども、なんとかね一日作業を終えることができました。今日はねこの辺りで失礼したいと思います。もしこの動画をですね見ていただいた方で役に立ったなとか面白かったななんて思うような方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですねコメントや評価ですね、グッドボタンの方お待ちしておりますんで、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。暑かった。